ヤジウマ寄せは、日本テレビ系列局で放送されていた、日本テレビ制作の演芸番組である。制作局の日本テレビでは、1971年4月17日から1980年3月29日まで、放送。全番組、演歌、男子の同様寄せをリニューアルした土曜昼の寄せ番組。収録は、日曜夕方に、 放送の焦点と同様に後楽園ホールで行われていた。番組は演芸のみならず、オークションや大喜利といった様々な企画を行っていた。当初は司会の7代目、立川男子がタレント議員だったこともあり、当時国会議員だった石原慎太郎などを招いての政治トークも行っていたが、放送時間の繰り上げとともに徐々にお笑い中心の内容へ移行した。 いずれも日本標準時。野地馬不惑こんなタイトルだったかは不明いわゆる大喜利。別名、クイズ。進行担当は男子で、男子の交番後には毒ムシが引き継いだ。そして、最終放送時はメンバーに卒業証書が手渡された。最末期に野地馬大喜利名義で復活したことがある。野地馬オークション様々な品物を観客がセり落として買うコーナー。 進行担当は、桂小ラ小野安氏。売上金は、愛のコバと事業団へ寄付された。小野の担当時期には、コーナー後半で、ぬぐぬぐバーゲンを行っていた。これは、女性モデルがその場で衣装を脱ぎ、脱いだ衣装を観客が買うものだった。毎年の最終放送では、オークションの他に、富くじ大会が行われた。これは、 あらかじめ観客が富札を一人一枚買い、その場で木札をついて当選者を決め、商品を与えるものだった。ヤジウマフレンド中期のコーナー。幼馴染同士の一般老人が登場し、昔のことについて話し合っていた。進行担当は、青空事業。ヤジウマカンカン、ヤジウマフレンドに代わって登場。奈田工事とモダンカンカンによる歌と笑いのコーナー。コーナータイトルが、 ヤジウマパドックに変更されていた時期もある。当初はコーナー冒頭で、千代、和代がミニ漫才を行っていたが、これは後に廃止された。ヤジウマゲバカメラ、ヤジウマ不枠に代わって登場した冒頭コーナー。突撃ラッパの音とと共に始まる。様々な場所のビデオ映像を視聴。ヤジウマ園芸園芸のコーナー。 1978年頃までは二組の芸人が寄せ芸を披露し、どちらが面白かったかを司会者が決めていた。末期には一組に減り、優劣決めも廃止された。その代わり、冒頭でキャッツアイが持ち歌の恋の同化戦を歌った。1976年頃にはコーナー冒頭で遠鏡が観客を相手にかつてレギュラー出演していた。 お笑い頭の体操をもどきを行っていた。矢島馬のドジマン番組の名物コーナー。NHK のドジマンのパロディ。毎週5組の芸人が登場し、のど自慢形式で歌真似を行う。進行は、遠距演奏は、横森良造、金叩役は毒ムシがそれぞれ担当。審査は男子が担当していたが、男子交番後はしばらく一般人が担当し、やがて、 リックミネとアワヤノリコが一周交代で担当した。末期に廃止された。ありがとうございます。